どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は、いのっち社長の改革ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、滝沢秀明さんが退社されたり、キンプリさんが脱退するぞみたいな形の中で、社長を引き継いだいのっち社長がですね、さまざま改革をやっていくみたいなんですけど、今日はその話をする前にですね、えっとじゃあ、前社長ですね、の滝沢秀明さんですね、は、何やってんでしょうかねっていう感じで言うと、最近ツイッターのスペースで結構あちこちで登場してまして、 ご自身のツイートでもやってるんですけどツイッターでね。でそうだからなんか最近ねそのツイッターが面白くなっててですねいろんな情報取りだけではなくていろんなこと起きててなんか本当にまあイーロン・マスクさんがあの変わってからより楽しくなってきたっていうかねなんか <laughs> 普通に結構みんな自由にやってんなみたいな感じになってきててでそんな中ですね急になんか ツイ何ザーザーかその滝沢さんがまあ赤西仁さんのなんかこうなんていうのスペースに参加するぞみたいな形のことをやってたんでまあそういう目立つやつってねツイッターがわっと流れてくるんでわかりやすいなと思うんですけどまあで私もそれをなんかたまたま聞けたなみたいなのがありましたという感じですねはいで赤西仁さんとすごかったでい たんじじゃなないいのかなだかだらすざまじいですよねこれ YouTube ライブを2人でやったらどんくらいいくんだろうとちょっと思ったりしましたけどねプラスちょっと一番びっくりしたのはあのあそうだからこの前に1人でやってる人が1万人で4万人でこれは24万人が聞いたってことですよねでも同説で8万人ぐらい行ってたからすごいなと思いましたけどであの中身はね本当に本当に。 大したことないよっていうか中身がないって言っちゃうあれですけど要はその2人がなんか喋ってるっていうこと自身が面白くてななんんか妙な緊張感があるんですよそれは何てなうんていうの滝沢さんの今の置かれてる状況プラスで赤西さんも辞められてるしなんかその中で <laughs> プライベートな電話じゃないからその余計なことを言ってしまってはやばいみたいなそういう緊張感の中ですよね。そう だから、これって、プライベートな電話だったら、当然、なんでやめたんですかみたいな、その <laughs>、なんかね、でもね、赤西さん、ちょっと面白かったですね。なんか、そういうのが、なんか、出そうになってましたね。まあ、やっぱり、ちょっとね、不良っていうのが、なんか、こう、いったれ感のある人なんでしょうね、そもそも。だから、やっぱり、ジャニーズ事務所をね、やっぱやめたっていうこと自身が、なんかこう、オラーみたいなのが、ね、やっぱないとやめないじゃないですか。一人でやるぞっていうね。まあ、すごい覚悟を持って。 でやっってらっしゃると思うんですけど何、まあ、かねおっきい仕事っていうのかななんか自分的にやりたかった仕事が決まってそれが今年中に発表されるみたいなことをおっしゃってましたけどねやっぱ本当にやめてあのまあどこまで自分の思うどりできてるかは分かりませんがまあとにかく自分で決めてね何でもできるって話だからまあテレビに な思うよ思うのままいかないのは日本のテレビに出るぐらいじゃないですかそれ以外は自由にできると思うんでまあそれはそれで楽しくやってんだろうなっていうのは聞きながら思いましたけど <laughs> でもねな,なんだろう本当に中身ないですよだからだけど聞けちゃうっていうのはやっぱスターだなと思いましたしなんかでもね生ってすごいなと思いましたねなんかまかり間違って滝沢さんが「お俺なんかジュリーとや揉めてやめたんだよね」みたいなその <laughs>。 あの <laughs> 言い出しそうな空気感があって、まあ、実際は何があったか知らないですけどまあ赤西さんの中は何か聞きたそうにもしてましたしまあ滝沢さんもまあねそれはでもさすがにねあのわきまえてるというかまあそんな感じでしたけどねはいまあとにかくまあなんかでもただそれだけの感じですけど普段はやっぱりあの 特に滝沢さんとか赤西さんは思って、まあ、赤西さんちょっとあれですけど、滝沢さんとか本当にもともとはそのメジャーなとこに出て、それでのコメントしかほとんどの人聞いてないですよね。あとなんか、コンサートとかも他のねグループとかがもう一時期しかないし、だから割とそういうプライベートな会話っていうんですかね、ざっくばらな会話を聞く機会が少ない人だったんじゃないんですかね。だから最近なんかいろいろね、 あのスペースをなぜか入れめて <laughs> そのうちインスタライブ始めるんじゃないかなと思ってるんですけどあのあやってんのかなもうすでにまあとにかくまあまああのその一個一個の動きは別に普通のタレントがやっててもおかしくないことをまあまあやり始めてんですけど影響力が強すぎてめちゃくちゃ目立つっていうかつ何 を言ってくれるのかななみたい,ない、まあ、言わないのわ分かってるんですけどまかり間違えて言わないかなとか思いながら <laughs> ちょっと聞いてましたけどねまあだから結局それをすごく遠回しに赤西さんが最近何してんのみたいなことですよねと、えー、いうことでこれね実は2回聞いてる最初何してんのって聞いて滝沢さんそれをまあわざとずらしたかどうかわかんないですけど あの今今うんボーっとしてるみたいな、まあ、そういう返答だったわけですけどあのもう一回聞き直して最近何やってるのって聞き直して <laughs> でもう一回聞かれてさすがに答えざらいなくなってあのボーっとしてるって、まあ、同じ回答ではあったと思うんですけどまあまああのー、なんかね、まあ、それを聞く限りまあ何か言えない何かかあるいは言わないようにしてるのかわかんないんですけどまあしばらくはだからその 遊ぶ期間っていうか充電期間なんだなっていうのは分かりましたね。まあだから少なくとも半年じゃないですかね。長ければ1年間ぐらいはおとなしく、おとなしくっていうか明確にこういう動きしてますっていうのをしない、まあ、表に出さないようにはするんじゃないかなっていうのは思いましたけどね。ただその間やっぱりなんかこう世の中の動向をつかんだりとか、 ファンサービスしたりとか、まあ、そういった意味において SNS 活動みたいなやつをやってじゅ、まあ、準備みたいなことですよね、それをやってって、で、ちょうど半年経つのがね、キンプリさんがね、お二人が辞められる5月ぐらいなんでね、まあ、そこは連動するのかどうかわからないですけど、連動すんじゃねえかなと思われてるかもしれないしまあ、他にもだって、えーと、インパクターズさん辞めちゃいましたよね。で <laughs> 相談行ってないわけないしあと SnowMan さんとか他の人たちも滝沢さんに相談行ってないわけないですよねっていうことなんでまあまあとにかく立場的にねまあ何も言えねえみたいな人があの赤西仁さんとこのスペースに上がってきてっていうのはまあちょっとなんかこう緊張感っていうんですかねいろんな意味で面白かったっていう話がありますとでえっとまあこれの流れを、えー、この流れじゃないやまあやめた ねえ社長は今こんな形になってるわけなんですがそれを引き継いだ井ノ原さんですね何やってるかって話なんですけど。 でまあ、井ノ原さんですね、ジャニーズ改革やるぞみたいな記事がちょっと上がってるっていう形ですね。はいで、これ、私が思うことを話すまで、ちょっと事実関係っていうんですかね、事実っていうのがトースパさんがあくまで言ってるっていうだけなんですけど、えー、V6 の井ノ原氏が結束に動き出してるっていうことで、滝沢氏の後任として関連会社であるジャニーズアイランドの社長に就任と。で 簡単に配信された「代理り新のインタビューではまあねタレントとコミュニケーションを取ってるっていうことを宣言と、まあ、これは先日やらさせていただきましたがでさらにファンが願う伝統行事の復活に尽力してるっていうことでえっとですねはいでジャニーズ事務所をめぐってはキンプリさんがですね、まあ、あのまあ分裂ということになりますっていうことですよねはいでえー、っとそれから「週刊文春」では インパクターズの全員が対象する。まあ、これもなんか井ノ原さんも認められたんでこれは事実でしょうと。でセクシーゾーンのマリウス・ヨさんもまあ昨年末をもって活動を終了したっていうことで芸能界から引退されましたと。で、まあ、他にも噂でベレベルってはたくさん上がってるんですけどでまあそんな中で「デイリー新庄」でまあね 井の原氏のインタビューとということで、まあ、社長ですねだからまあ社長っつってもまあ本社の社長が、ね、ジュリー社長なんであくまで子会社の社長ですけど少なくともジャニーズジュニアの育成ということについては、まあ、それなりの権限を持ってらっしゃるってことですよね。<laughs> だからその人が何するんだかっていうことを「出入り慎重」ってお話しした中で、まあえーと「インパクターズ」の脱退を認めた上で。 まあタレントの独立や移籍を制限する鑑賞についてもそんな時代じゃないと言い切りみたいな感じでまあでもこれはまあよくある話ですけどねだってスマップさんの時ですらいろんなタレントがそんなのありませんとか言ってて <laughs> ええー、みたいなことありましたしまあそれからガーシーさんが出てきてよく分かりましたけどまあ結局みんなねなんか枕営業なんかありませんとかまあ何て言うんだろうなそういう裏でなんかそういうのは一切ありませんみたいなことをみんな言ってたのにめちゃくちゃやっとるやないかみたいな話ですよね はい、というわけでもう何も信じられない状況ですけど、で、えっと、そして、えジャニーズ事務所のジュリー社長と対処するタレントの確執もされたが、僕は本当に聞いたことはないですっていうことで、知らぬ存在は貫き通したっていう、まあそんな感じですよね。はい。まあでも、まあ頑張りますよってことですよね。はい。で、えっと、仮に知ってた私には、まあ、言えるわけないんでね。<laughs> <laughs> で、えっと、 そして、えっと、昨年退社した滝沢秀明氏が10年以上も演出を務めていた滝沢歌舞伎を「滝沢歌舞伎ゼロファイナル」として4月に上演することをすると発表したっていうことですね。だから事務所内では退社にしたにもかかわらず滝沢歌舞伎として上演することに反対する声が強かったが井ノ原が所属タレントのや あの心情やファンの反発を考慮しして押し切ったと言いますってことで、まあ、この辺なんかね、まあ、これが本当に井原さんが押し切ってやったとするならばまあこれはめちゃくちゃバランス感覚ありますよねだからまあタレントの社長っていうことについてはまあどうなんだろうっていう要するに実務の部分は全然知らないわけじゃないですかだけどまあ判断ですよこういうファンに常に向き合ってきた人が の意見ってめちゃくちゃゃゃく大事じゃないですかか井上さんとかそうだと思うんですよねだからその辺の気持ちが分かってるしバランス感覚があるからだから今までのジャニーズ事務所的に言うとですね辞めた人間のものは全てなくしていくみたいなそういうことをやってたそりゃダメでしょみたいな当たり前の意見を押し切ったってことですよね、まあ、だとするならば、まあ、あの井ノ原さんが社長にしょな,んかなった意義があるっていう感じですよねはいでえっとそしてそれ以外にも 伝統行事の復活に尽力してきたっていうことで、えー、2006年を最後に開,開催されなくなったジャニーズ成人式の復活ですということでこの場では先輩タレントが立ち会い人を務め成人となる後輩を祝ってきたとジャニーズのつながりを感じさせ一体化を生み出してきたイベントを日野原さんは内部会館の一環として主張してきたっていう感じですよねまあこれはねなんかまあ普通にいいんじゃないですかねなんで中止になったのかよくわかんないんですけどまあ 要するにこうな,なんだろうでかくなりすぎたからや,やりにくくなったのかどうかよくわかんないんですけどそれ、まあ、みんな忙しくなっちゃったとかねただ今んとこなんかまあ逆に言うと車用になってってるからあの こうまあ、社用の企業とか何でもそうですけど過去にヒットしてたものとか大事なものをもう一回復活させて磨いてもう一回それで立て直すっていうのは正しい手法のうちの一つだと私は思っててだからこれはこれでいいんじゃないんですかね。はい、でそしてくし、えー、くも今年だから成人式ってだから難しいですよ二十歳を迎えるタレントですねがなにわ男子の道枝さんとか色々いろいろいるんですけどで,あので18歳成人 TBS のもあるから、どっちをやるのみたいなのあるじゃないですかね。これ、だから、まあ、今年限りみたいな話で言うと、めちゃくちゃ一気にドーンってやるって感じで、ただそうすると来年以降、18歳でやりますってなるとちょ、ちょっとね、少なくなっていくって感じですけどね。まあ、これ、どうするんですかね。なんか、テレビ的にも、なんか、その成人式、ただ今年の成人式、どうするん,ん 今後どうすするんですかねだから習慣として二十歳を祝うっていうのが残ってってそれやっぱそんな感じになっていくんじゃないかなと思うんですよねなんじゃないとなかなかこう難しいですよねだから名前が変わるのかな成人式二十歳式 <laughs> かなと思うんですけどねだからタレントさんとかでもよくほらアイドルさんとか女性アイドルさんがまあね あの成人式で出てきて今年の顔みたいな感じでバーッと並ぶんですけどまあああいうやつですよねだからそれをジャニーズがやったらいろいろ報道もされるでしょうしね注目されるしだからこれからデビューするスターが出てくるわけだから、まあ、めちゃくちゃいいけどこれ何でやめたんでしょうねって思いますよねはい。っていうところでまあまあこういったファンの子を一個一個拾っていくのがまあまあ あの井ノ原さんタレントでしたしまあ、向いてるんじゃないですかしかもこうちょっと今状況的に厳しくなってるから数も減ってくるし、まあ、逆に減るしみたいな形の中でまあ、少数性みたいな方向性にもし行くとしたらまあまあこういうやり方はまあプラスっていうかでいい部分だけを復活させてやっていくっていうのはまあ正しいやり方の一つかなと思います。はいででですよ <laughs> でまあそれはそれでいいんですけどあの一方であのやっぱり新しいことはやれないのかなみたいな感じですかね。だから結局そのまあだから伝統やっぱり芸能の道かなみたいな方向性に。 まあ、くしくも本人たちがどう思ってるかわかんないんですけどやっぱり行かざるを得ないのかなって感じですよねだから新しいことをやろうとしたらそもそもですけど命社長じゃないわけですよねだから彼の今までの経験の中で良かったものはやっぱりとかファン良かったもの復活させたりとかファンの気持ちを組んだりっていうのはできると思うんですけどじゃあ新しいってお金が打てますかっつったら打てないしそもそも思い 売っている人だったとしても、上ににこのトップにジュリー社長がいるからそそその人人がううういいいじゃないとそうならなとらら、ですよね。だからまあでも結果としてまあ割とその考え方が近いみたいな人を据えたとするならばですよやっぱりちょっと伝,伝統芸能っていうか新しいことはやらないじゃないのかなって感じですよね。そうすると縮みゆく日本の市場に合わせてジャニーズ自体もちっちゃくしなきゃいけないし。 っていうことですよ。で、型を作んなきゃいけないって話になっていくからその今までうまくいったやつが型なんですよね。という形で伝統芸能の道に私は進むんじゃないかなっていうのが今続々と進んでる感じでまあだから今意外とそういう形でうまくいきジャーニーズ事務所が生き残るかもしれないんですけどねただその場合ってやっぱ世の中の流なんかこうメインストリートじゃないじゃないですか、まあ、基本的にメインストリートはかっこいいもの新しいものを とかかいけててるものっていうか、まあまあ、そういうことですよねそういうい道からはずれてきちゃうからやっぱり事務所のサイズとしてもそうねやっぱりこうまあ伝統芸能で今めちゃくちゃ何て言うんだろうなこう最先端走ってて世の中のその市場音楽だったら音楽の市場で伝統芸能が、まあ、かなり占めてますってないじゃないですか隅っこの方になっちゃうじゃないですかだからまあそういった方向性になると。でやっぱそうなるとと影響力としては随分下がる けどやっぱりでもファンファーストみたいな話になっていくと、まあ、そっちの道しかないからっていうことですよね。で結果まあまあ業界に対してどうのこうのみたいな圧力とかって言ってる場合じゃなくなってまあいわゆる真っ当な企業になる可能性はありますよね。はい、という形でまあ、いつもちょっとネガティブな話が多いんでまあ あのこれがポジティブな話かどうかすら分かってないんですけどまあまあでもあの結果としていい方向性に行くとしたら、まあ、こういった改革が、まあ、うまくいったらそうなるんでしょうねただもう今までみたいな,なんか市場をたくさん独占していくとか、まあ、そういう方向性にはもう戻れない道ですよっていう、まあ、そういう話ですよねはい、まあ、今回は以上でございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね